皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は折れてしまった爪を地爪風に長くするやり方をご紹介します。せっかく長く伸ばしていた爪が1本だけ折れてしまったという時、100円ショップのものだけで爪を元に戻しちゃいましょう。この方法で爪を長くすればどこを直したのかわからないほど地爪そっくりになりますよ。地爪風の色にするコツや強い爪に仕上げるコツなど分かりやすく解説していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。いつも長い爪にしている方は、普段の生活の中で指をぶつけてしまい爪が折れてしまったという経験はありませんか？爪が1本だけ折れてしまうと、ここだけ目立ってしまいますよね。そこで今回は、折れてしまった爪を地爪風に長くするやり方をご紹介していきたいと思います。事前にネイルケアとサンディング、油分除去をしてからスタートします。より長持ちさせるための下準備の方法は、こちらの動画でも解説していますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。また爪が折れたままの状態だと、爪の形がいびつになっている場合が多いので、ヤスリを使って爪なりに短く削って整えておきましょう。それでは爪を長くする指に100円ショップで売っているこちらのネイルフォームをつけていきましょう。まずはネイルフォームを1枚切り取って、台紙からネイルフォームを剥がします。次にこの丸い部分をくり抜いてフォームの裏側に貼り付けます。こうすることでネイルフォームが厚くなってへたることがなくなります。貼り終わったら、もう一度台紙にフォームを戻して、ネイル用の筆やペンなどに巻きつけて型をつけます。指に装着する前にフォームに丸みをつけておくと、フィットしやすくなります。丸みをつけたら、爪のこの部分のカーブとフォームのこの部分のカーブが合っているかを確認しておきます。合っていないような場合には、ハサミで自分の爪の形に合うように切り取っておきましょう。ネイルフォームの準備ができたら、指に装着していきます。爪の下からフォームを当てて、指の骨に対してまっすぐになるように取り付けます。まっすぐに取り付けたら、フォームの両端を貼り合わせます。指を真上から見て、フォームが指と一直線になっていることを確認しておきましょう。これでネイルフォームの装着は完成です。ネイルフォームを装着したら、ベースコートを塗っていきます。ベースコートを塗るときは、ヤスリでつけた傷に入り込むように、小刻みに上下に動かしながら塗っていくと、よりしっかり密着してくれます。ベースコートを全体に塗り終わったら硬化します。それでは次にカラージェルを混ぜ合わせて地爪風の色を作っていきましょう。ネイルパレットやアルミホイルなどに
セリアのミルキーホワイトとマスタード、マイルドカーキをそれぞれほんの少しずつ取り出します。ここにベースコートを少しずつ足して半透明な色合いにしていきます。それぞれの割合はカーキが 0.5、 マスタードが 0.5、 ミルキーホワイトが1、ベースジェルが5くらいを目安に混ぜ合わせていきます。しっかり混ぜ合わせたジェルを自分の爪に当てて色合いを確認します。黄色みが強いときはミルキーホワイトを足して、白っぽいときはマスタードを足すなど微調整して地爪の色に近づけます。何度か色味を調整して地爪の色と同じ色になったら、ここで100円ショップのアクリルパウダーを少し混ぜ合わせておきます。アクリルパウダーをジェルに混ぜると、ジェルだけで塗るよりも仕上がりが固くなるのでおすすめです。またアクリルパウダーは混ぜすぎると粘土っぽくなってしまうので、混ぜすぎには注意しましょう。そして使うパウダーは必ずクリアのパウダーを使いましょう。地爪と同じ色味のジェルができたら、ダイソーの細長いライン筆を使って長くしないところにだけ調色したカラージェルを塗っていきます。そして地爪が伸びた白い部分にも少しだけジェルを重ねておきます。こうすることで爪先だけポロッと取れるのを防ぐことができます。爪先だけ塗り終えたら、このまま硬化します。この状態だとまだ爪が薄いので、ベースジェルとアクリルパウダーで厚みと強度を出します。まずはベースジェルを全体に塗り広げます。全体に塗り広げたら、アクリルパウダーを振りかけます。上からスプーンのようなものですくって、まんべんなく振りかけます。全体にパウダーが行き渡ったら、まずはこのままライトに当てて固めましょう。硬化したら、歯ブラシくらいの硬さのブラシで余分なパウダーを払い落とします。続いてネイルフォームを外しましょう。フォームの点線を切り離して、爪先のフォームを下に下げます。フォームを外したら、一旦爪の硬さをチェックします。この時点でまだ爪が薄いような場合は、もう一度ベースコートを塗って、アクリルパウダーを振りかけて、ライトで固めて厚みを出しておきましょう。十分な硬さになっていたら、ヤスリを使って爪先の形を整えます。卵のようなオーバル型や、四角いスクエア型などお好みの形に削っていきます。
削り終わったら爪に残ったパウダーや削りカスなどをブラシで払い落とします。最後に爪表面がパウダーでザラザラしているので、100円ショップのノンワイプトップコートを爪全体に塗って仕上げます。今回使った材料はすべて100円ショップで購入できます。概要欄にも使用した材料を記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。爪先の色を地爪そっくりに長くすることができました。地爪風の長さ出し方法いかがだったでしょうか。今回は100円ショップのものだけで地爪風に仕上げるやり方をご紹介しましたが、ベースコートの代わりにハードジェルを使って強度を出すのもおすすめです。皆さんも1本だけ折れてしまった時にはぜひ試してみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。